2021年 AWS アジアパシフィック大阪リージョンが3つのアベイラビリティゾーンを持つ AWS リージョンとして全てのお客様にご利用いただけるようになりました。大阪リージョンをご利用いただくことで西日本のお客様はより快適なスピードで AWS の幅広いサービスをご利用いただけます。はい、皆さんこんばんは。はい、AWS エクスパートオンライン for 上手友人20回目です。よろしくお願いします。はい。で、今日はですね、大阪リージョン1周年記念お祭りということでですね、パネルディスカッション、AWSJ の、スペシャリストによるパネルディスカッションになります。で、いくつかご注意事項というかお願い事項ございます。一つはですね、ご質問に関してはですね、こうかな。ここの QR コード、もしくはスライドのですね、コード AWSXO20 で質問いただければですね、Q&A の時間の時にピックアップできると思いますので、そちらの方もお使いください。Twitter も見てはいますけれども、まあ、できれば、Twitter は学びのアウトプットということで、質問はスライド使ってください。で、最後にですね、ご案内します。各支部からもご案内いってるかと思うんですが、アンケートがございます。で、アンケートはですね、すごく重要でですね、もちろん運営、今日登壇された方々のモチベーションにもつながりますし、次どんなことやってほしいかとか、こんなこと聞きたいみたいなところの、ご意見もですね、フィードバックもいただければですね、全部見てですね、次の、企画っていうのを考える、ネタにさせていただいてますので、ぜひアンケートお答えください。で、この後ですね、7時から8時までの予定でやります。若干オーバーするかもしれませんが、希望その時間でやってですね、その後については、それぞれの支部の方でですね、ご案内していると思うので、もしあれどうだったっけと思う方はですね、申し込みされた、形で、支部からの案内がメールが来てると思いますので、もしくはウェブサイト、コンパスかドアキーパーの方を見ていただければ、ご指示、指示があるかと思いますので、そちらの方に従ってください。はい、では清水さん、この後よろしくお願いします。はい、こんにちは皆さん、お久しぶりです。画面の方は映ってますでしょうか。はい、今日はですね、大阪リージョンオープン1周年祭りということで、AWS ジャパンのメンバーで、大座談会をですね開催したいと思います。はい、で、まずは、繰り返しになりますが、今日の、ハッシュタグですね、シャープ AWSXON と、上手UG、まあ、できれば両方のタグをつけて、ツイッターで、投稿いただければなと思います。では早速進めていきたいと思います。今日のパネリストですね、座談会のメンバーの紹介になります。まず私清水が、司会を務めさせていただきたいと思います。西日本のですね、ソリューションアーキテクトのリードをしております。よろしくお願いいたします。で、1人10秒ずつぐらいで自己紹介していただこうかなと思いますので、写真の並び順でお願いできますか。はい、AWS でエヴァンジェリストやってます、カメラです。急遽思い出してですね、大阪リージョンのパーカーを今着ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、清水さんと同じく西日本のソリューションアーキテクトしてます、浜です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、サーバレスのスペシャリストをやってます、下川と申します。よろしくお願いします。お願いします。
はい、アナリティクス領域のスペシャリストやっております、下坂と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、テイさん、お願いします。はい、西日本でソリューションアーキテクトをやっているテイです。丁寧のテイです。よろしくお願いいたします。いいな、それ。やっぱ雑談なんで、そういうのがあっていいな。じゃあ、よろしくお願いします。何気に全員関西人。あ、そうそう。あ、そうだ、出身地を言っていけばよかったですね。出身県。出身県。珍しいですね、全員関西人。全員関西人ですよね。そうですよね、近畿圏は。はい。じゃあ、今日のですね、本題の方に入っていきたいと思いますが、今日は大きく4つのコンテンツ用意しておりまして、大阪リージョン1年の歩み、あと大阪リージョンのデモ、サーバレスコンテナの進化、データベースアナリティクスサービスの進化というところで、まあ、それぞれ SA やスペシャリストから少しこう座談会の中で発表を交えつつ、パネリストの皆さんでコメントしながら進めていきたいかなと思っています。で、当然皆さんからの質問やコメントというのも取り上げていきたいと思いますので、今画面に表示されております QR コード今ちょっと取っていただいて、こちらの方にですね質問やコメントを登録していただきたいかなと思います。で、座談会の中で拾えるものに関しては拾っていきたいと思いますので、皆さんどしどしご応募いただければなと思います。はい、では早速ですが、コンテンツの方いきたいと思いますが、まず浜さん、大阪リージョン1年の歩みというところで少しお話しいただいてもよろしいですか。はい、じゃあ僕からお話しさせていただきます。とですね、まあ、今日の資料はもうすでにツイートをしておいたので、また見ていただければと思います。画面は見えてますかね、大丈夫。はい、はい、大丈夫です。はい、私の方からですね、大阪リージョンがこうフルリージョン化して1年経ったんですけども、その1年の歩みと、今更ですけども、改めてそのユースケースを8分ぐらいでもサクッと喋っていきたいなと思います。まあ、自己紹介は先ほどしたんですが、得意な技術領域、コンテナ関連の技術で、まあ、エキスパートとして、コンテナに関して課題を答えているお客様とのディスカッションとか支援も、まあ、他に、やっている活動です。Twitter をハマンというアカウントでやっているので、まあ、たまにこう、たまにっていうか定期的にこう AWS のアップデートについてつぶやいたりもしているので、もしよければフォローいただければと思います。はい、じゃあ本題です。まずですね、大阪リージョン開設までの歩みなんですけども、AWS で東京リージョンが開設されたのがここですね、2011年の、3月でした。ちなみにこの当時、東京リージョンで利用可能なサービスは大体10個ぐらいでした。今考えると。かなり増えましたよね。その後、AWS サミット東京が開催されたりだとか、AZ の数が増えたり、日本における AWS の利用は、AWS 自体の成長とともにこうどんどん広がっていきました。で、そして2018年の2月に大阪ローカルリージョンが開設されまして、これが、まあ日本で2番目。で、ローカルリージョンとしては AWS としては初でした。グローバルインフラストラクチャーで、東京リージョンをお使いのお客様が、災害対策とか、まあ、地理的に要件に対応できるよう設計されたリージョンでした。ただあくまでこれは災害対策を目的としたリージョンだったので、AZ の数が1つしかなかったり、リザーブドインスタンスのみの利用だったり、制約は多かったです。その後ですね、大阪リージョン、ローカルリージョンに対して、よりこう高い可用性とか、まあ、堅牢、対障害性の実現、あとは西日本でビジネスを展開するお客様がより低いレイテンシーでのサービス提供とか、またはですね、おっと、なんか先に進んだ。まだマルチリージョン構成など、さらなるご要望が増えていく中で、この2021年3月、去年ですね、東京リージョン開設から大体10年の月日を経て、大阪ローカルリージョンを拡張する形で、フルリージョン化されましたと。そして大阪リージョンは開設1周年を迎えたわけですね。大阪リージョンは3つの AZ を持つ完全な AWS リージョンで、対応サービスの拡充とか、まあ、オンデマンドインスタンス、セービングスプランなど、プランスなどを、適用とか、こういったことが可能になっています。大阪リージョンのユースケースとしては、もちろん単独の AWS リージョンとしてご利用いただけるほか、まあ、ローカルリージョンの流れではあるんですが、東京リージョンの DR サイト、まあ逆もしっかりですね、大阪リージョンをメインで、東京リージョンの DR とか。あとはですね、東京リージョンと組み合わせて利用することで、単一の AWS リージョンにこう提供されるマルチエージェント機能で充足することが難しいようなレベルの可用性が求められるワークロードとかアプリケーションを、日本国内である2つのリージョン連携によりこう実現できます。
今日私からはですね、その中でもこの一番の、大阪リージョンをメインリージョンとして使うことにフォーカスしてお話ししたい。アクティブアクティブなマルチリージョンアーキテクチャとかについては、この後の、座談会とか他のスピーカーのテーマで話される予定です。さて、大阪リージョンをですね、メインリージョンとしてサービスやシステムを構築するとなると、よくお客様から聞くケースはですね、この3つかなと思います。上の2つは主にレイテンシーの要件ですね。西日本のユーザーがこう中心で、西日本のユーザーが多くビジネスがこうよりこう低いレイテンシーでサービスを提供したりだとか、関西は特にこう製造業が多いと思うんですけども、製造拠点とか既存のシステムとの低レイテンシーでの専用線接続をしたいとか、まあ、そういうケースですね。3つ目は、ユーザーがこう西日本でが中心の場合ですね、関東圏で災害とか障害があった時にこうサービスが止まること自体がビジネス上許容できないケースとか、こういったものもあります。でこれはあくまでよく聞くケースなんですけども、まあ、この後の話にもつながりますが、正直かなり大阪リージョンをメインで使えないブロッカーも減ってきていますので、個人的には上記の理由がなくてもどんどん大阪リージョンを活用いただければなと思っています。で、なんでこんな話をしたかというとですね、私ですね、普段からこう多くの方と技術的なディスカッションをするんですけども、その中でですね、大阪リージョン老中したけど、とはいえ大阪リージョンは TR 目的で使うよねとか、大阪リージョンほとんどのサービス使えへんやろ、とりあえず東京使っていきますわと、まあ、大阪リージョンがこうリリースからしばらくはこういった、話を聞くことがあります。まあ、分からなくはないです。大阪リージョンは、まあ、ローカルリージョンがそもそも DR 目的だったこともあってそれを引きずってしまうとか、まだフルリージョン化した時はですね、まだまだ利用可能なサービス数が東京リージョンに比べるとこう少なかった。彼はこう西日本担当ですけど、これちょっと寂しいわけですね。さて、この辺ですね、1年経った今、実際どうだったんでしょうか。で、個人的にこう調べてみたので、この1年の大阪リージョンの歩みについてお話しします。これは大阪リージョンがフルリージョン化したときに利用可能だったサービスの一覧です。ちょっと見にくいかもしれないですけど、もしよければツイートしといたので、そこで見ていただくといいかもしれませんが、まあ、リージョンごとのサービス一覧ページから取ってきたものですけども、まあ、この時点でですね、基本的なサービスは実は揃っていて、多くのワークロードは実現可能ではあったんですが、まあ、例えば関連するセキュリティサービスとかがなかったりとか、まあ、分析系が足りてなかったりとか、まだまだこうミッションクリティカルのワークロードを動かすには厳しいと思った方も多いんじゃないでしょうか。だいたいこの時点で50から60くらいのサービス数が利用可能でした。で1年が経過してこれが、こうなりました。だいぶ増えましたよね。まあ100いかないくらいのサービスがここに書いてあります。でこの後のページでちょっと増えたサービスについては触れるんですけども、アテナとか、まあ、政治メーカーとか、あとはですね、ガードデューティーとかセキュリティハブといったセキュリティサービス、また開発者ツールといったものが増えていてですね。まあ、この1年でこうさらに様々なタイプのワークロードを大阪リージョンで展開しやすくなりました。もちろんジェネラルなものからコンテナサーバーですとか、あとはアナリティクスについては、この辺はまあ今日下川さんとか下坂さんいらっしゃるんで、もう少し具体的なお話が聞けるんじゃないかなと思います。あとはマイグレーション関連のサービスとか、サポートされて非常に大きいかなと自分は思います。そしてこれがサービスとして、リージョンエクスパンドのあったものの一覧ですね。まあ、ここにある個人的にはですね、まあ、アップシンクとかガードデューティーとか、あとは AWS バックアップはありますね。アテナ。で、あとはここにないんですけども、ダイナモ DB グローバルデータベース。テーブルかななんかも、利用できるようになったのが、非常に、個人的には嬉しかったです。で、私がこれ勝手に調べただけなんですけども、機能レベルみたいなものも含めると、What's New のページレベルで58件の大阪リージョンへのリージョンエクスパンドアップデートがありました。今年はさらに増えていってほしいなと思います。で、これは完全に余談なんですけども、まあ、Except for アジアパシフィック大阪というのは、こういうのですね。もしかしたらこの配信見てる方には、その絡みを見たことあるよっていう方もいるかもですけども、まあ、もしいらっしゃったらまたツイートいただければと思いますけど、私、おはよう AWS っていう、こう毎週水曜日9時にその週の AWS アップデートをこうさらっていくという、まあ、ちょっとした配信用にちょくちょく出てるんですけども、その時にこう新しいアップデートが出て、やったってなった後にこう、下の方にですね、ただし大阪リージョンは除く。みたいなこう文章を見とけて、おーいってこう
突っ込む絡みを今年去年今年も何回かやりました。でこれがですね、大阪アビジョン解説からしばらくはこういうのがあって、若干悲しい気持ちになっていました。これはただ所感でしかないんですけども、まあ、僕もよく突っ込んでたので、こう最近そういう多いっていう突っ込みを言う機会がこう減ってるなと感じたので、まあ、仲間外れなことが減ってきた印象で、まあ、嬉しいような、まあ、寂しいようなと、まあ、嬉しいんですけども、こういった機会も増えてきたかなと思います。はい。さて、とはいえですね、まだまだ東京リージョンで提供されていて、大阪リージョンで提供されてないサービスはまだまだある状況です。この中で言うと、コントロールタワーとか、ワークスペーシーとか、まあ、ドキュメントデービー、AI サービスなんかは増えてほしいと思っている方も多いんじゃないでしょうか。まあ、そこでお願いなんですが、ぜひ皆さんですね、皆さんのワークロードの必須なサービスなどございましたら、ぜひお近くの SA まで要望をお届けください。AWS ではですね、お客様の要望があることが、今後のリージョンエクスパンドへの一番の近道です。最後に改めまして、日本では、これが一番言いたいことです。東京、大阪、2つのフルリージョンの選択肢があります。日本という小さい島国でこの選択肢があるのは個人的にはすごいことだなと思っています。まだまだ不足するサービスはありましたが、それでもこの1年でかなり大阪リージョンは進化したんじゃないかなと思います。この後亀田さんからもあると思いますが、まあ、実際にこの1年で大阪リージョン、メインリージョンで使われたお客さんもどんどん出ています。大阪リージョンはもはや東京リージョンのサブではなく、多くのパターンで利用可能です。さらなる拡大のため皆さんとぜひ一緒になって大阪リージョンを育てていきましょう。はい、僕からは以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんか今亀田さん振られちゃいましたけど、亀田さんなんか準備あったんでしたっけ。じゃあここからですね、ちょっと事例の話なんかを資料なしでしていきたいと思うんですけど、マイクの音量どうですか。さっきなんかちょっとうるさいって言われたんです。聞こえます。ちょうどいいですよ。実はですね、大阪リージョンってさっき浜さんちょっと触れてましたけど、アメリカと通信に南北事情を抱える中国を除くと2つ目のリージョンを持った国って実は日本が初めてなんですよね、うん、AWS にとって。でその後オーストラリア、カナダ、インドっていう IT 先進欧米諸国が続いていくんですけど、そういう意味で言うとやっぱ結構日本のお客様って AWSだいぶ使っていただいていると。結構日本だとね、クラウド後進国みたいなイメージ強いかもしれないですけど、我々からするとそんなこともなかったりしますというのが一個重要な点と、あとまあちょっと事例ですね、いくつか口頭でお話していくんですけども、パートナーさんがやっぱ結構関西はかなり事例いろいろ出していただいていて、一番やっぱり大阪リージョンっぽい使い方だなと思ったのは JR 西日本の運行情報、あれフェンリルさんがやっていただいてるんですけども、当然アクセスするユーザーほとんど西日本の方なので通信のレーテンシーは短い方がいいわけですよね。それで大阪リージョン使っていただいてるって、そんな事例がありますと。あとは社内システム、基本的にはインターネット系であれば、まあ、インターネットエクスチェンジのルーティングなどで、パフォーマンスは左右されていきますけど、社内システムであればダイレクトコネクトの距離が単純にパフォーマンスに直結するんですけど、まあ、西日本のお客様の社内システムで言うと、でっかい事例で言えば上信ですね。まあ、関西圏のお客様からしたら電化製品といえばビッグカメラより上信と。私も小さい頃上信よく行って、パソコンキッズだけど親がパソコンを買ってくんないので一日中上信で MSX 触ってみたいなことやってましたけど上信ですよね、関西といえば。なんかは実は社内の帳票系のシステム、かなりクリティカルなシステム、大阪リージョンで運用してくれていたり、まあ、そんな事例がいくつか出ているのでですね、積極的に大阪リージョンこれからも皆さん使っていただければ嬉しいですというところで、私は清水さんにお戻しします。特に戻さないもコメントないということで、結構いろいろご利用いただいてるみたいです。私もお客さんと話してて、うん、あこれはそうだなと思ったのは、何でしょう、こう、まあ、大阪東京どっちも使えますけど、例えば東京の方で問題が発生していて、大阪の企業なのに東京の問題に引きずられるっていうのはこうプライドが許さんと、なんかそういうことをおっしゃる方もいらっしゃいますね。それはすごく腹落ちしましたね。皆さんどうですか？他の皆さんコメントあれば。いや、なんか上司の話を聞いてすごく
なんか子供の頃は上申ばっかだったなと思いながら行ったらなんか阪神グッズが置いてあったりとか阪神のユニフォームが置いてあったりしてかなり阪神推しな記憶がありますね子供の頃。このイメージあります。阪神タイガースのイメージは確かにあります。タイガース系のしましまな感じでしたね勝っても負けてもセールしてくれますしね。もうそうそうそう、ありがたいですそうですね、やばい。これ、上司と私と MSX とかで話して、そこだけで僕1時間ぐらい喋れるんで、やめてきますけど。あ、そうそう、J&P ですよね。J&P でした。はい。あれですよ。浜さん的にはどうなんですか、今回、いろいろとアップデート、新しく入ってましたけども、ご自身で一番、このサービスのアップデート、熱いみたいなのあれば、教えていただけないですか。うん、そうですね。お客さんから声が多かったのは、さっきも言ったんですけど、セキュリティ系のサービスはすごく言われました。ガードデューティーとか、セキュリティハブとか、こういったサービスがないから、自社で使ってるけども、展開しにくいと。統制取ってるけども、大阪リーチ使いにくいっていうところを結構言われていたので、ここが導入したのは、素直に嬉しかったですね。今多いのは、その発展系ですけど、コントロールタワーを使いたいとか、これはよくお客様からもお伺いするんで、ここが、できるようになってくると、さらにいいなと自分は思ってますね。なるほど。ありがとうございます。他、なんかコメントある方いらっしゃいます？ないようであれば、どんどん進めていきますけど、いいですか？はい、どうぞ。ちょうど今、スライドゥの方にもコメント入っていて、GA、グローバルアクセラレーターですかね、を使って、3リージョンの検証をやってみました。各リージョンに EC2、起動して、どのリージョンにつながるかやってみたところ、東京も大阪も東京リージョンでしたというところで、皆さんの対策を聞かせてください。非常に難しいことなんです。これちょうどこの後の、ペさんの、まさにペさんの発表がいいんじゃないですか。ちょっと趣味じゃないけど、ちょうどよかったです。ペイさん、行きますか。はい、ちょっとこの振りがなんか、ちょうどすごいですね。びっくりしまして、ちょっと、では私の方で簡単ですけれども、これからデモの方を皆さんぜひ見ていただきたいんですけれども、まずデモの構成はシンプルなものでして、先ほど の方がおっしゃってたんですけども、グローバルアクセレーターの方で多分東京と大阪っていう話がほとんど東京っていうような話があったんですけども、こちらでもちょっと環境構築するときにそんな感じがあったんで、今回はちょっとそんなら面白くないんで取った方法を説明しますと、ルート53でですね、トラフィックポリシーを用いて分岐をしました。皆さん、この QR コードを読んでアクセスしてみてください。はい。でですね、企業、社内からアクセスするときには、もしかしたら、VPN の関係で、実際のところと違う可能性があるので、VPN を切っていただいて、アクセスしてください。携帯の方、大阪、よかったです。で、じゃあどうやってたかって言いますと、ネタバレいきますと、こんな感じで、やっていて、カスタマイズで地理情報の座標を入れています。で、上の方がですね、こちらは新宿区の方での座標でして、下が大阪市の座標になっていて、そうすると、地理的接近性マップがこんな感じになってきますと。なので、皆さんはだいたいこの線の西にいらっしゃれば大阪になるであろうと。東であれば東京という形になってきますというところになっていて、皆さんどうですかね。あ、札幌から東京です。そうですね。ここから東京に行きますね。ありがとうございます。スピーターではどうなんですか、皆さん。僕は大阪だったんですけど、ティーさんは、はい、ティーさんはどこなんですか。私も大阪です。大阪なんですね。大阪です。
他4人いるんですけど、なんか東京になっちゃいました。私は東京にいて東京でしたね。はい、私も東京にいて東京ですね。清水さん、もしかしたら VPN 切ってないとかというオチじゃないですかね。いや、実はね、清水さん、こう見えて今東京なんですよ。大阪を語っているが、はい、大阪を語りながら。VPN をつけてるのはそういうことだ。なるほど。なるほど。なので、まだちょっと裏話で言いますと、これをやってるこの環境を作るときにですね、やっぱり大阪リージョン、さっき浜さんからも話があったんですけども、ところどころではまだ対応できてないところもあるんですけれども、ただもうフィードバックしたら、普通にフィードバックしたら即対応してくれてたりとかしていて、コンソールからのそのフィードバックですね。まさかこんなに早く対応してくれると思ってなくてというような話もあって、多分皆さん使い続けると気づいたらフィードバックしていただくとどん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 使いやすくなるかなと期待したいところです。はい、なるほど、ありがとうございます。これなんかツイッターではどうですかね。ツイッターにも皆さん、うん、皆さんツイッターの状況どうですかね。どっちに着地してる人が多いんだろう。東京が多いのかな、やっぱり。どうなんですかね。東京が多い。なんか見てると。でも、大阪皆さんどんどん、ね、うん、ちらほらいじそうな気がしますね、はい。接続したリンクにつぶやくボタンみたいなのがあるんですよね。うんうんうん、そうですね。そうそうそう。皆さんから QR コードからアクセスしてくださいね。ぜひぜひ。そうですね。ぜひぜひ QR コードからやってみて。つぶやいていただけると、もうね、テイさんが夜鍋して作ってくれたこの夜鍋で、ほとんど東京の時に、私大阪から東京になった時に、あ、次回できたんだけど、でも面白くないなとちょっと思いまして、はい、夜テイさんが寂しそうな顔して、何回やっても東京に行っちゃうんですって言ってたんで、あの顔を思い出します。そうなんです。そうなんですよね。物理的な地理の位置とネットワーク的な距離の違い、ポップの違いってのはまた別の話で、普通に実装するとみんな結構東京の IX の方に集約されてしまうっていう現象がまあ出やすいと。ただそれだと今日のデモとしては全然定算的に面白くないということで、定さんと下川さんがすごい知恵を絞ってですね、こんな感じでたどり着いたのがトラフィックポリシーでなんとかするっていうそうですね、ですね。そうですね、これ緯度と経度を指定して、大阪と東京の緯度経度を指定して、それで割ってる感じですもんね。はい、はい、そうですね、なかなか結構やっていて面白いんですね。実はこの2つなんですけども、うん、ポイントが増えていくとより細かく空間が区切ることができるんですよ。で、どういうように使うのかなっていうのがちょっと思ったりとかするんですけども、多分なんか工場の近くとか、なんか地理的に重要なところとか、そういったようなところが結構自由自在にコントロールできるかなと思っていて、ここまでできるのを自分もちょっと。ツイッター見てるとね、なんか沖縄だけれども東京に接続されちゃってる人もいますね。でも、そうか。海を返すと逆に東京の方が太い、うん、近くなってる、うん、いや、わかんない。どういう計算でこれが成り立ったのか。どういう計算かすごくわかんないんだけど。これはね、使ってるプロバイダーとかにいろいろ依存するところはあるんで。そうそうそう。まあ、取ってる、ね、そうですね。とりあえず座標情報によるかな、そこが、もしかしたら。僕はそれ言うと、家を光るって、関西系なのかもしれないですね、そういうと。イオ光、あ、そう、イオ光電力会社系プロバイダーね。これさっきテイさんが言ったみたいに、いろんな、なんでしょう、枠を組めるから、例えば大阪と九州でまた分けてもいいんですね。今、うん、1、2だけあるけど、1、2、3を作ってもいいし、そうですね、四国だけ切るとかできるんですかね、うまくやれば。あ、なんかできそうですね。曲線も、円形に含めれられるので、なるほどなるほど、はい、切り取りはできます、ね、あとバイアスかけれるんで、なんでしょうね、東京から遠いんだけど東京に向けるとかもこれできちゃいます、ね、はいはいはい、なるほどなるほど、うん、いや面白い、も大盛り上がり、あ、いいっす
こういうのいいっすよね、分かりやすくって。そうですね。うん、普段はなんかレイテンシーとか、あとはなんかジオロケーションとかで割っている方が多いのかなと、フェルオーバーとかで割ってる方が多いのかなと思うんですけど、こういう使い方も面白いですね。うん、まさに。そうですね。私、チャット途中までしか見てなかったんで、今日ラウンドロビンでもう終わってるのかなと思ったんで。だから、あの、テイさんが青い顔してたときに、もういいじゃん、ラウンドロビンで、みたいな声が、いろんなところが上がったんですけど、テイさんのプライド的にはやりきりたいと。いやいや、これいいじゃないですか。なんか、あの、僕の発見はやっぱり、ルート53のトラフィックポリシーがここまでできるのが素晴らしいなって、うん、実は、これがただ、それだけの一つ の切り方でして、結構いろんなあの可能性が感じてて、あの、もっと、もうちょっと遊びたいなと思ってます、そこ。はい、じゃあ、皆さん、あの、参加者の皆さんも、あの、十分楽しんでいただけたかなと思いますし、あの、質問にもちょうどいい答えになったんじゃないかなと。誰も仕込んでないんで。全く仕込んでないよ、はい。ちょっとあの言えば言うほどちょっと嘘になるんで、本当に仕込んでないんですけど、という、うん、ところですね。はい。じゃあ、テさん、ありがとうございます。あの、ゆなべ、ご苦労様でした。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと時間もあれなので、次のコンテンツに行きたいと思います。次は、サーバレスコンテナサービスの進化というところで、下川さんからちょっとお話をいただこうかなと思いますが、はい、しますか、お願いします。はい、それではですね、大阪リージョンにも使える便利アップデートということで紹介したいなと思います。でですね、ちょっと私、このプレゼンするときに、西日本で行ったことある場所ってどこだろうって自分で思い出しながら、あのプロットしてみたんですけど、結構西日本って旅行だったり、なんだろう、旅で行ってるなと思って、会社の、なんだろう、仕事だったりもして行ってるな、あと結構離島にも行ってたんだっていうのがあって、まあ、結構、なんだろう、沖縄とか佐渡じゃないか、沖とか、あとは、屋久島とかも行ってるし、壱岐とか行ってないんで、行ってみたいなって気はしてるって感じですかね。もっともっとこれプロットを増やしていきたいというのが今日この頃です。あとツイッターやってるのでフォローしていただけたら嬉しいです。はい。アップデートなんですけど、まずですね、さっきあの、ちょうど浜さんが言っていた、あの、マルチリージョンとか、大阪リージョンってどうやって使っていくのみたいな話があって、DR だけじゃないんじゃないみたいな話をしてたんですけど、私もそう思っていて、まあ、ちょっと考えてみたら、マルチリージョンちょっと踏み出せない理由として、まずはなんか小規模のアプリでも二重管理が必要になったりしたり、あとはコストってどれぐらいかかるのか見積もりが難しかったりってあるのかなと思っていて、で私、サーバレススペシャリストなので、まあ、その観点から言うと、例えばラムダとか API ゲートウェイみたいなサーバレスサービスって、まあ、皆さんご存知の通り、リクエストに対する課金なんですよね。もちろんリージョンによってあの課金体系とかって少し違ってたりするんですけど、まあ、あのリクエストに対しての課金っていうのは変わらないです。じゃあこれを使っていく方策って何かないのかなっていうのが、まあ、今日ちょっとお話したいところで、まあ、一つはですね、マルチリージョンアクティブアクティブってどうですかっていう、DR じゃないんだよ、両方とも使うんだよっていう感じですね。あの、東京が DR サイトでもないし、大阪が DR サイトでもないし、どちらかがメインでもない、両方とも使えばいいじゃん、仲良くっていう感じのが、これがあのマルチリージョンアクティブアクティブアーキテクチャです。さっきあのテイさんがいろいろルーティング工夫していただいて、通常なんかレイテンシーとかフェールオーバーとかで組まれることが多いのかなと思います。で、その中で、これリクエストごとの課金なので、例えば仮に、まあ、7対3で東京7で大阪3で振られたとしても、リクエストごとの課金ですと。それは東京に10振られているときと、まあ、課金体系的にはリクエストベースで言うと変わらないです。っていうのが一つありますと。で、さっきあの、これも浜さんのアップデートで、まあ、グローバルテーブル、DynamoDB のグローバルテーブル、あの登場しましたよみたいな話があったんで、まあ、ここでも紹介しておくと、まあ、これデータどうするかというと、まあ、レプリケーションできるんで、あの、まあ、なんでしょうね、そんなにアクティブアクティブに躊躇せずに、あのレプリケーションを使ってやっていただければいいかなと思います。アップデートとしてちょっと紹介したいことが一つあって、ですね、レプリケーションとか、まあ、ルート53の機能は分かりましたと。だけども、コンテナワークロード、例えば ECS ファーゲットとか使ってたりとか、まあ、ラムダを使っていて、ラムダのコンテナタイプとか使っていて、コンテナイメージを使っていますっていうケースって結構あるかなと思っていますと。
で、コンテナイメージって、まあ、AWS のサービスだと Amazon ECR とかで置くことが多いのかなと思っています。じゃあ、これって、なんだろう、イミュータブルに一つのリポジトリで管理していくことがコンテナイメージだと望ましいんだけれども、この大阪と東京、東京と大阪のつなぎってどうしたらいいの？のがこれまで課題でした。で、アップデートの人として、ECR のクロスリージョンレプリケーションも登場しています。この名前の通りで、まあ、片方向ではあるんですが、イメージプッシュのイベントを拾って、レプリケーションができるようになりました。クロスリージョンでレプリケーションできるようになりました。なんで、まあ、さっきの会計とか、ここですね、まあ、デプロイする前のプッシュタイミング、実はここって、コンテナイメージ、プッシュタイミングでレプリケーションできるんだよってことです。今これ、東京から大阪伸ばしてるんですけど、片方向で大阪から東京っていうふうに伸ばすこともできます。もう一つですね、さっきアップデートこんだけ出ましたよって浜さんが一覧を出してくれたんですけど、結構気になるのが、セキュリティとあともう一つが、プライベート系のアクセスがちゃんと担保されるのかっていうのは、やっぱりエンタープライズ企業だと求められ、でそこがブロッカーになるってことが多いのかなと思います。でですね、まあ、プライベートアクセスで使えるサービス、VPC から例えばリージョナルサービスにアクセスするときに、まあ、通常だと、まあ、VPC エンドポイントを生やして、プライベートリンク経由でリージョナルサービスにアクセスしますと。まあ、これでオンプレミスとか、VPC のネットワークに閉じたアクセスができますよ。ただし、そのサービスが、まあ、VPC エンドポイントに対応していればっていう注釈付きでしたと。で、ここでちょっと紹介しておきたいアップデートがあってですね。あ、そうそう。で、その前にこの話をしないとですね。ですね、プライベートリンク未対応サービスであるんで、まだまだ数あるんで、これどうしたらいいかっていうのが今日のお題です。皆さんどうしてますかね？私こうしてますっていうのがあったらツイートしていただけたら嬉しいです。まあ、諦めるっていうのは結構あるかもしれないですけど、諦められない場合ですね。ここのプライベートアクセス。一つは、実はこれ、全然関係ない話なんじゃないの？って思われるかもしれないですけど、ステップファンクションズの AWS SDK との統合が発表されています。これ何かというと、これまでステップファンクションズとネイティブにインテグレーションされている、リージョナルサービスしかステップファンクションズのワークフローから呼べなかったんですけど、SDK がですね、使って呼ぶことができるようになって、まあ、200以上のサービスとか、9000以上の API がコールできるようになったので、まあ、めちゃめちゃステップファンクションズ便利になってますっていうのと、これとって、同期的ですね、シンクロナスエクスプレスワークフローが、プライベートリンクに対応しましたよ。あれ、この2つのアップデート、組み合わせれるやんっていうのが、組み合わせると、この隙間がですね、ポチリと埋まっていきますと。プライベートリンクでステップファンクションズの同期型エクスプレスワークフローを呼んで、で、このエクスプレスワークフローももちろん SDK に対応してるので、そこからリージョナルサービスコールすればいいじゃんってのが、いいやんってのが今日の言いたいことです。で、まとめとしては、まあ、サーバーレスって、まあ、リクエストごとの課金ですと。だから、マルチリージョンアクティブ構成でコスト効率よく使えませんか？まずはそこの辺のことから始めてみませんか？まあ、スモールスタートで始めてみませんか。で、サクセスケースを増やしていくっていうのがいいのかなと思っていますと。で、ECR のクロスリージョンレプリケーションで、まあ、これまでちょっと20プッシュとかしていた運用を改善して、プッシュに応じて、マネージドな形でクロスリージョンにレプリケーションできるようになりました。っていうのと、まあ、最後の大阪リージョンでプライベートリンク対応のステップファンクションズが登場したので、SDK 経由で、まあ、ほとんどのリージョンのサービスにアクセスできるようになりましたと。っていうのが、私の発表です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいですね。ちょっと私何がびっくりしたって、AWS の API が9000以上あるっていうことにも。そうなんですよ。そうなんですよ。めっちゃ勉強になるセッションでしたね。ステップファンクションズの SDK 対応は本当熱かったですよね。扱ったです。あと、今日ちょっと入れてないんですけど、ステップファンクションって GUI でこうポチポチ、グラフィカルにステートマシンを作れるんで、はいはい、まあ、そこら辺と組み合わせて運用も楽になったかなって気がします。
意外とこの SDK 対応していろんなサービスとの、まあ、そもそもラムダ使わなくてもスティックファンクションを書けるよっていうところを知ってる方は多いんですけど、これのプライベート対応のことを結構知らない方ってもしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思って、この辺はぜひ試してほしいなとは、ね。ぜひぜひ。まあ、ありますよね。あれ、一回挟むのがよし悪しもありますけど、とりあえずその、どうしても VPC に対してインターネットゲートウェイとか納得を受けない規制のある状況の方っていらっしゃるわけで、うん、でそれがあんな感じでうまくてこう出口を作れるっていいアイディアっていうか面白いですよね。やっぱりなんか、うん、AWS でサービスの組み合わせでなんとかなるんだなみたいなのをちょっと垣間見た気がしますね。ステップファンクションズを使ううまみって、ステップファンクションズ経由で、まあ、ステップファンクションズが何でしょうね、アグリゲーション層になって、うんうん、そこでリージョナルサービス3つとかにアクセスして、データを全部蓄えて、蓄えた結果を、まあ、DX を介してオンプレとかに投げられるんで、つまりそのオンプレとそのリージョナルサービスの往復数を減らせるんですよね。ランドトリップを減らせるんで、まあ、そういった使い方していただくと、実はトラフィック面でも有利、うん。いや、今のめちゃめちゃいいですよね。インタラクションはとにかくローカルでやって、うん、で最終的なオートだけ DX 経由で、まあ、どっかに返すみたいなのって、すごくリーズナブルですよね。面白いな。ツイッターでも、ステップファンクション、すごいやん、みたいな。いや、そうなんですよ。ステップファンクション、すごいんですよ。すごい強烈ですね。もう、うん、SDK のというサポートがかなりのもう思い切った感じがしますよね。まあ、やりたい方ですかね、ある意味ね。そうですね。ある意味、発想次第。そうそう。2回か3回前のこの上手エキスパートオンラインで、ステップファンクションズの本気っていうのを、あの鳥さんとか福井さんとやったんで、それも合わせて見ていただけると嬉しいですね。うんうん、確かにさっきちょっと出ましたけど、あんまり知られてないんですかね、その結構半年、もうちょっと前かな、そのステップファンクションズワークロースタジオっていうその GUI というか ID ができて、うん、あれでもうめちゃめちゃ楽になったんですよね。そうそうそう書くのが。そうそう。書いてますね。JSON チ。JSON で書きたくないよっていう。やっぱしんどいなというのは、うん、あの正直思ってはいたので。去年すごかったですよね、ステップファンクションズ。あのまず、VS コードYAML対応もあったし、はいはい、データも出るんですよね、確か。いろいろ出ましたね。そう、いろいろ出ましたね。うん、ステップファンクションが大体持っていってしまったんですが、最初もっといいことをおっしゃってて、アクティブで。そうそうそう、それもあるんですよ。そこも大事ですよね、うん。そう、アクティブはいいですよね。そうです。普段から両方使っておく。で、種火的に、なんだろう、サーバーを置いておかなくても、もう、なんでしょうね。はい。サーバレスだったら、置いてるだけだと課金されないんで、リクエストベースで課金なので、うんうん、まあ、そこら辺、うまく利用してもらえたらいいかなって気がします。なんか昔はあれですよね。なくて、ごめんどうさん、どうぞ。あ、じゃあ、OK、じゃあ。あれですね、昔はなんかマルチリージョン構成って難しすぎて、ちょっといやいやいや、そこに行くにはちょっとまだ皆さん早いんじゃないですかみたいな、クラウドの乗りこなしの皆さんの状況もそうだったし、私たち AWS のサービスもまだそれをサポートできるサービスってそんな多くなかったんですけど、今ってそれを容易にするサービスとか、まあサーバレスの充実とか、お客様のそのクラウドナレッジの上昇とかがあって、もうなんか座りとそろそろ現実的にチャレンジしていいんじゃないかっていう感じはちょっと僕もあるんですよね。でも全然チャレンジしていただいたらいいと思いますね。うんうん、ラムダの場合はコスト最小ですもんね。そうそうそう。心理的とか関係なく、ね、こう2つにそれぞれ負荷分散だけしてあげて、仮にまあ何か、うん、ね、何かがあった時でも、アプリケーションをね、一つのエンドポイントで稼働し続けるっていう。うんうん、そうですね。まあいいのは、なんかスケーリングとかをマネージドでやってくれるのが、まあ、便利かなって気がしますね。サーバレスだと。うん。なんかいっぱいね、ありますよね。なんか、あとなんか割り振りとかうまく変えれるんだったら、とりあえず全部一旦大阪側に寄せてみてとか、柔軟にトライしてみたりとか、まあ、ブルーグリーンをリージョン単位でやるとか。ああ、いいですね。うん。うん。いいと思います。下川さんのお話を聞いてて思ったんですけど、やっぱ大阪リージョンって今結構忘れられがちじゃないですか。ちょっと待って、どういうこと？ちょっと今日の趣旨を、今日の趣旨を。存在をちゃんと意識しておかないと設計から抜けがちだったりするので、それぐらい当たり前になったってことね。うん、今日の話、非常に示唆に富んでたなと思うんですけど、うん、なんかもう一個踏み込んで、
大阪リージョンの独自性みたいなのをあってもいいかもしれないですよね。関西だから例えば、うん、ラムダは大阪リージョンでランバダになってるみたいな名前あれ名前これあれじゃないですか、清水さんの清水さんの刈り取りの 役割です。そうそうそう、ちゃんとまとめてください。拾えないわ、ちゃんと拾えないわ。いやいやいや、亀田さんもうあれなんですよ、もう私は東京に来て久しいんで、ちょっともう即座なツッコミはできないですね。いやいや、さっきのお話の中で無駄にこう関西弁を使ってらっしゃった下川さんは何をおっしゃってるか、ね、いや、あのいいじゃんとか言って俺東京に染まってるなっていう。そうそう、これダメだなって反省して、はい、ありがとうございます。もう時間があれなんですよ、もうそれで以上で大丈夫です。はい、ちょっと下川さん、あのサーバレスコンテナありがとうございました、はい、ぜひぜひ。じゃあちょっと時間もあれなので次どんどん進めていきたいと思います、はい、であと皆さん、あの左上に QR コード載ってまして、そちらにあのコメントご意見あのいただきたいかなと思いますの です、ね、ぜひこちらにもですねコメントください。スライドの方にお願いいたします。じゃあ次ですね、データベースとアナリティクスのサービスの進化というところで下迫さんから少しお話しいただきます、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、 あの改めまして、あの Amazon の下迫です。じゃあちょっとあの私の方も短めに、データベースとアナリティクスサービスの、まあ、大阪リージョンにおけるこの1年の進化っていうのをちょっとご説明したいと思います。時間がないので手短に、下迫と申します。あの普段はデータレイクとかばっかり言ってるそのアナリティクスの、ソリューションアーキテクトをやっていまして、あの和歌山出身です。で、あのこういったデータレイクの本を書いたりとか、あと先ちょっと話題に出ましたけど週刊 AWS というのをあの小林さんという人と2人でやっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ちょっとあの振り返っていきたいかなと思うんですけど、あの、まあ、今回ちょっとデータベースとアナリティクスだけです。他はあの浜さんのところで ありましたようにいっぱいあのアップデートあるんですけど、まあ、今回ちょっと私のスライドはデータベース系とアナリティクス系というところにちょっと絞ってお話しさせていただければと思うんですけど、あのこれ今何を書いているかっていうと、大阪リージョンがフルリージョンになった1年前にアナリティクスとデータベース系のサービスで何がありましたかっていうこのアイコンが書いてあるんですね。で、まあこれはこれで結構これだけでもいろんなものがこう作れたわけなんですけれど、あのその後ですね、1年間ですね、こんな感じでこのニューっていうマークがついているやつが、まあ新規に追加されたサービスということですね。で、まあ、こうやって見ていただくと結構まあだいぶなんていうんですかね、あの穴が埋まって皆さんが欲しいと思っていただいたものがどんどん増えてきたんじゃないかなというふうに思います。でさらにですね、あのそれだけではなくて、今ちょっと機能拡張っていう青いやつが出たと思うんですけど、あのこんな形でそのもちろん最初にデプロイしてあの出来上がっていたサービスに対してもどんどんと機能拡張は当然大阪リージョンでも行われていると。あとまあ少し前ですけども、例えば S3 の価格を下げるみたいな、これも一種の、まあ、あのサービス改善だと思ってるんですけど、価格の、下げるというのも行われたりしてですね、あの本当にデータベース系のサービス対応だったり、データレイクを、サポートするサービス、あとストリーミングプロセッシングのサービス、あとまあ巨大なデータをガサッとさらっていくようなアナライズのサービス、結構いろんなパーツが揃ってきてですね、フル活用していただけるようになったんじゃないかなというのが、あのこのスライドで伝えしたかったところです。で、機能面はまあ全部やってるとちょっとキリがないので、いくつかキートピックを分けてご説明したいと思うんですけど、まずはやっぱデータベース共有が大阪と東京リージョンの間ですごく簡単にできるようになった。で、その方法もいろいろこう、選べるようになったというのがポイントかなと思います。なので、まあ、単純にコピーしてディザスタリカバリー置き場としての大阪ではなくて、例えば、まあ、ウォームにしておいて高速フェールオーバーのデータベースとか、もっと言うとさっきちょっと下川さんにもありましたけども、アクティブな構成を取っていくというのができるようになっています。まあ、例えばこれちょっと書いてますけど、オーロラだったらグローバルデータベース、まあ、データベース単位でこう、同じデータベースを大阪東京で、使うような形、あとはダイナモ DB のグローバルテーブル、これは同じですね、テーブルが大阪と東京で両方から、更新できるようになると。で、DMS というデータベースのマイグレーションの、データの転送サービスが使えるようになったりとか、あとはクロスリージョンレプリカも、最初は MySQL だけだったのが Postgre でできるようになったりとか、みたいな感じでこうどんどんと、データベース共有ができるようになっているということは、やっぱりいろんなアプリケーションの可能性が広がるということですね。で、あとはその、まあ、すみません、私データレクの人なんで、つい S3 に視点が行くんですけど、S3 にデータ貯めると AWS 面白いわけですね。なんでかというと、S3 に大体すべてのサービスがつながっているので、そこにアクセスできるサービスがいっぱいありますと。なので、まあ、いろんなことができるようになるっていうのが
AWS の S3 の美味しいとこなんですけど、まあ、例えばクロスリージョンバックアップとかもちゃんと大阪リージョンに向かってやれるようになったりとか、あとはまあ S3 上のデータを直接活用するサービスとしてアテナとか、レッドシフトスペクトラムとかがここ1年で新たに使えるようになりましたということですね。なのでまあ、今のところをちょっとさまって言うとですね、やっぱり今日まあ多分みんな今日東電社は多分幾度に同じことを言ってるんだと思うんですけど、ディザスターリカバリー用の大阪リージョンではなくて大阪リージョンでデータ活用する、そういうことが本気でスタートできる土台が整ったというふうに思っていただいていいんじゃないかなと思います。なので、まあ、例えばちょっと3つほど例を挙げてみたいと思うんですけど、東京大阪のマルチリージョンアプリケーションとか、大阪リージョン側でデータ分析環境を維持するとか、あと大阪リージョンでまあテストや開発をするっていうのもありだと思うので、ちょっと図を出してご説明してみようかなと思います。これちなみにさっきの下川さんの資料と丸かぶりなんですけど、間違いして打ち合わせをしたのではなくて、まあ、結果的に2人が同じことを思ってこうなったという感じでございます。なので、まあ、大体下川さん言っていただいたんで、あんまり追加することはないんですけど、やっぱこうやってマルチリージョンを使った API の口を立ててですね、で、バックエンドはじゃあ、マルチリージョンに分けるのは、そのロジックとかはまあ分けやすいわけですよね。パラレルで動けばいいから。ただ、データの整合性っていうのはどっかで取らなきゃいけない。じゃあどうしようかってなってくると、やっぱデータベース自体がそういう大阪と東京の間をまあ取り持ってくれるサービスがあると、こういうアプリケーションってとっても使いやすい、作りやすい形になるわけですね。そう考えると、やっぱ DynamoDB のグローバルテーブルが双方向にこうレプリケーションを貼れるようになったっていうのは非常にいいことだと思いますし、あともう一つですね、リレーションデータベースの、オーロラですね、オーロラのグローバルデータベース。これは基本的にまあ書いてる方とリードの方っていうのは、まあ、ライトリードで分かれるタイプのレプリケーションですけども、それもできるようになっています。ちなみにオーロラのグローバルデータベースって、うっかりリード側にライトポイントだと思って行ったとしても、ちゃんとこう、ライト側の方にわざわざ SQL を転送して更新して帰ってくるってことができるので、一応どっちからでも書き込み操作ができるようになっていますし、まあ、ちゃんとフェイルオーバーするような仕組みを備えていますので、さっきも申し上げましたけど、非常に、マルチリージョンアプリケーションというのが、その、なんていうんですかね、AZ 間でやるのと同じっていうのはちょっと言い過ぎですけど、それに近い形で設計しやすくなっているように思っています。あと、一つは、とはいえ大阪はまだディザスターリカバリーとバックアップで使ってるだけだよっていうふうな、ご環境の方はですね、例えば、まあ、せっかくデータが、バックアップコピー、DR コピーとして東京から大阪に来ているのであれば、もしそれが S3 に入っているのであれば、まあ、そこに例えばガチャッとアテナをつけてみませんかと。アテナサーバレスのクエリーサービスでもう置くだけでほとんど SQL が実行できるので、まあ、溜まったログの分析を大阪でやるとか。あと、レイクフォーメーションっていう、こう、データレイクの管理サービスも大阪、東京両方で動かせるようになったので、まあ、どっちがどっちを統制してもいいんですけど、東京で作ったルールを大阪に、もしくは大阪で作ったルールを東京に適用して、ある人にはこのデータの列を、この列を見せるけど、この人は見せちゃいけない、みたいなデータの統制も、すぐにサーバーレスで取れるようになっているっていうのも、今の大阪リージョンの実力です。なので、ぜひ、いろいろ試していただきたいなと思います。あと、まあ一つ、追加として、こっち側の大阪リージョンにわざわざデータ分析環境を作るメリットとしてはですね、まあ当然リージョンごとにサービスクォーターがあるわけですね。サービスの上限とかいろんな制約が当然無限ではないのであります。なので、そういうものを、まあ東京と大阪で分けて管理できて、クォーターを分散できるというのは一つメリットかなと思っています。これ最後三つ目なんですけども、あとは、まあ、これもすぐ思いつくとこかもしれませんが、まあ、データベースレプリケーションの機能が今あるので、それを生データをそのまま使って、そこをテスト大阪ですると。で、まあ、どんなことしても、まあ、東京の方とか、片桐の方には影響がないから、まあ、好きなテストをですね、ガンガンやるというのもありかもしれません。もちろん、その本番データの中には、開発者に見せちゃいけないような列とかあるかもしれないので、まあ、そういうのは例えば DMS で一部の列をフィルターしてレプリケーションしてみるとか、まあ、スナップショットベースでリストアしてからデータを更新して見せないようにするとかっていう形で、常に何て言うんでしょうかね、リアルデータでのバックアップをするというのは非常に面白い、リアルデータでのテストできる環境っていうのは面白いんじゃないかなと思ってます。さっきちょっと始まる前にご意見いただいたんですけど、研修を大阪リージョンでやってるというご意見もあって、あ、これすごいいいなと思ったんですよね。うん、なので同じコピーを作って保存してるんだけど、研修、社内研修とかは東京地か大阪のどっちかでやるっていうのはすごくいいなと思いました。はい、すいません、ちょっと早口で申し訳ありませんが、大阪リージョンって非常にこういろんなサービス、データベース、アナリティクス充実してきたので、単体でもデータ活用できますし、まあ、DR で置いてあるデータを活用してすぐに分析環境も作れますし、もちろんマルチリージョン構成もお試しできるようになったので、
ぜひ、やっていただければと思っております。はい、下坂からは以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アテナ来たのは大きいですよね。大きいですね。お客さんからはまだかまだかとずっと言われてるありがたいというか、ぜひ活用超しやすくなったんじゃないかなというふうに個人的に思っております。やっぱりあれなんですよね、ぜひ、なんて言うんでしょう、多分なんとなくでこう保存してるデータっていっぱいあるんじゃないかなと思うんですよね。ディザスターリカバリーのためにログいっぱい置いてますとか、RDB のスナップショット、S3、大阪の S3 置いてますと。だログとかであれば、すぐにこうある程度フォーマット決まっていれば、アテナってそういう、こう、なんですかね、パースをしてデータを見ることもできるので、ログに対してアテナでクエリーをかけて監査するみたいな機能が割と、まあ、使わなければ0円のサーバーレスで作れるので、すごいリーズナブルじゃないかなという気がしますね。確かに。あと私ちょっと観点として面白いなと思ったのが、結構関西ってやっぱりこう、まあ、なんでしょう、受託開発してるような企業様も多いと思うんですよね。で実際の本番のサービスは東京リージョンで、でも開発自体が関西なので、もしかしたらそういった場合だと大阪リージョン開発環境のメインで使っていただくっていうのはすごくマッチしているというか、理にかなっているんじゃないかなって気がしましたね。うんうん、そうですよね。受託の開発はこうやって、まあ、OK いただければですけど、コピーもらってくることは容易ですし、これクロスアカウントで持ってくることもできるので、持ってきてやるっていうのはすごいいいですよね。うん、私、結構いいなと思ったのは、クォーターを食いつぶし合わないように大阪リージョンを使っていくのは、すごくいいなと思いますね。はい、特に研修とかで、使うときに、同じアカウントで何か大切なものが東京にあるときに、研修で何でしょうね、ラムダとか無限ループで呼び出しちゃうようなプログラムをデプロイしちゃって、なんだろう、S3 バケットにプットしたらラムダ呼び出しますし、ラムダからまた S3 バケットにプットしますよみたいなのをデプロイしちゃうと、はい、自己循環しちゃうやつ。それでクォーター食いつぶすとかなるとね、研修受ける人が怒られちゃうんで、研修を別のリージョンでやるっていうのがすごくいいですね。同じことはやっぱりアナリティクスサービスだとアテナとかが多いんですよね。アテナってリージョン単位で同時実行 DML 数が決まってるんで、うん、まあ、もちろん上限緩和できるんですけど、当然はちゃめちゃのことをしたらそこ足りなくなるので、うん、それちょっと本番環境のやつのところなんか普通にテストで触らせるの怖いみたいな話が、まあ、あるかもしれないので、こうやってリージョン分けていただくってのはすぐありかなと思いますね。うん、そうそう、あとちゃめちゃやられちゃうとね、大変です。うん、本当に、うん、いいなと思ったのが、ちょっと私言いそびれたんですけど、DynamoDB のグローバルテーブルズって双方向なんで、はいはい、アクティブできるんだよっていうところを、まあ、リアルにライトですね。はい、まあ、その代わり同じアイテム書くなよって話なんですけど。あ、そうですね。ちなみに後が勝ちます。はい、時間的な後に来たやつが上書きします。うん、いや、双方向って結構いいですよね、双方向で書き込める。そうですね、双方向、逆に言うと、うん、僕 RDB 屋さん的なとこからこうキャリアが来てるので、うん、まあ、怖い感じはあるんですけど、しっかり設計すれば可用性高くなるし、うん、レイテンシーも短くなるし、まあ、マルチマスターみたいなところっていうのはアプリケーションエンジニアの方としてはこれからチャレンジするところとして面白いんじゃないかって気がしますね。うん、あとはそうか、よくある質問が結果整合になるんじゃないですかっていう言われ方するんですけど、はい、はい、そこら辺なんか下坂さん的にどういうふうな感じで考えたらいいですかね。でも DynamoDB だとどうしてもこうタイミングによっては結果整合ってのあるかもしれないので、うん、1回東京でライトしてその次の瞬間大阪に行ってリードとかやると確かにそれ起こりえますよね。うん、だその人の観点で言うと、うん、だそこがどうしても厳密だとするとちょっと、まあ、東京に来だしたやつはちゃんとずっと東京で見るとかリージョン固定するとかっていうちょっと泥臭い話がいるかもしれないですし、うん、まあ、せっかくだったらそういうところは、まあ、リレーションデータベースの方でやってもらうと、トランザクションが概念があるところでやってもらうと。あ、でもちょっと待って、でもそういう意味で、あ、でもそうでもないか、自分で言うとDynamoDB 私得意じゃないかですけど、DynamoDB もトランザクションがあってうまく使えば途中の状態を見られるってことはないと思うんですよね。ただ右でコミットしたというか、右、例えば東京で更新したぞってなったのにまだ大阪に来てない瞬間っていうのはどうしても存在するので、うん、そこはどうしようもないですね。私が見たことあるグローバルテーブルズのユースケースだと、まあ、下坂さんのプレゼンみたいにラウンドロビンでルート53で、うん、
2リージョンに振っておいて、最初に着地したところをスティッキーに扱う、はいはい、あのスティッキーにリージョンを、はい、なので一応アクティブアクティブで割れるんだけども、割れた後の結果的にはスティッキーになるよっていうのはよく見たりしますね、うん、まあ、非常にこう自然でいいですよね、うん、そこで毎回こうスイッチしてもしゃあないですからね、リクエストのたんびに、うん、そうです大阪の投票を結果整合、まあ、そもそもあの結果整合を受け入れるんだけども、その頻度を下げたいっていうところで出すと、うん、スティッキーを使ってもいいかもしれないですね、うん、で自分の更新した範囲のデータに関しては完全に整合性取れますからね、まあ、大阪に来続けた際がくれれば、はい、そうですね、あとちょっと時間あればアピリたかったのはあのレイクフォーメーションですね。レイクフォーメーションってクロスリージョンでとか、まあ、あのアカウントを超えてとか、あのいろいろな制約をつけたりとかできるので、あのレイクフォーメーションってちなみにあのすごい簡単に説明すると、あのデータのアクセス権、あ、ちょっと画面せっかく出してくれたんで、これですね、あのレイクフォーメーションっていうのはあんまりもしかしたら大阪リージョンでお使いになったことある方いらっしゃらないかもしれないので一応書いておきますけども、あのレイクフォーメーションの、機能によって、まあ、この右側で見るユーザーの人が、どの、まあ、列を見たりどの列を見ちゃいけないみたいな、そういう流度の細かいアクセス権限が設定できるのがレイクフォーメーションなんで、ぜひまあ大阪でも使えるのであの使ってくださいという感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょうど8時になってきたので、そろそろ締めていきたいかなと思いますが、うん、よろしいですか皆さん、はい、もう言い尽くしました。はい、はい、じゃあありがとうございます。じゃあちょっと私また画面いただいて、うん、真っ黒です。あ、出た。あはい、あ、行きましたか。行きました、はい、じゃあちょっと簡単にまとめて最後締めていきたいかなと思います。はい、まとめです、大阪リージョンオープン1周年ということで、エッセイとエヴァンジェリストで座談会させていただきました。でいろいろ、まあ、今回の中で、聞いていただけたかなと思うんですが、機能アップデートしておりますし、あの災害対策 DR だけじゃなくて、まあ、メインリージョンとして、大阪リージョンを使っていただける、まあ、そういったお客様も増えてきたのかなと思ってます。あと、まあ、一般企業だけではなくて、最近ですと、まあ、いわゆる地方自治体であったりと、まあ、様々なお客さんがですね、まあ、こう、利用のニーズが高まってきているように思います。で、先ほど、下作さんからもありました通り、その本場環境だけではなくて、開発環境として使うみたいなパターンもあると思いますし、あとは、その、アクティブアクティブで、東京と大阪で上長化構成を組むみたいなパターンもですね、今後、どんどん増えてくるんじゃないかなと思います。今までアベイラビリティゾーンっていう単位でこう冗長化していたものをですね、まあ、より高い可用性を実現するためにこうアクティブアクティブでマルチビジョン化していくと、こういった時代が またこうニューノーマルになってくるんじゃないかなと思います。じゃあそういった先に何があるのか、今私あの大阪福岡のですね西日本、ソリューションアーキテクトのチームリードしておりますけれども、私が思い描く未来っていうのはですね、まあ、どういったものかというところで、こう西日本を、西海岸にしたい、まあ、シリコンバレーのようにしたいというのがございます。大阪にはこう恵比寿橋ってありますけど、あそこがまあゴールデンゲートブリッジになってですね、あと、まあ、雨村に三角公園ありますけど、あれがユニオンスクエア、ちょっとちっちゃくないかそれ、になっちゃいますけど、ね、まあ三角を四角にするぐらい、まあ、そういった拡張をちょっと狙っていきたいかな。でそのためには何が必要か、当然大阪リージョンのご利用も必要だと思いますし、やっぱりこう西日本にいろんなビジネスあると思います。製造業のお客様からですね、まあ、いろんな団体の方いらっしゃると思うんですが、でこういった皆さんがこう価値を提供されていると思うんですが、そこに加えて、まあ、いわゆるまあデジタルの価値というんですかね、そういったものをやはり付加してですね、そのバックボーンに AWS この大阪リージョンを活用していただきたいなと思っております。で西日本の企業様、団体様のですね、ビジネスをどんどんこう拡張していけたらなと思っています。はい、で最後にぜひですね、大阪リージョンに対するリクエスト、こんなサービス欲しいとか、これがあれば嬉しいというところを、私たちに伝えてほしいと思っております。お近くの SA、AWS のスタッフにですね、ぜひお伝えいただきたいと思います。で、AWS は皆さんのこうリクエストに応じて改善を進めていきますので、もうまさに皆さんの声が必要になりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。というところで締めさせていただきたいと思います。本日はご参加ありがとうございます。最後、アンケートの話とかがあると思いますので、沼口さんお返しいたします。はい、ありがとうございます。はい、アンケート下の方にキッカーで出てます。
ビットリーの AWSXO20 サーベイ、もしくは各支部の皆さんからですね、あの運営の皆さんから メールであったり、あと参加者のウェブと、参加者が見れるウェブページに、あると思いますので、そちらの方ぜひですね、参考してですね、アンケートフィードバックいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ではこの後はですね、各支部の、ご指示に従っていただければと思います。今日の AWS、エクスパートオンライン for 上手有事、これで終了になります。皆さん最後までご視聴していただいてありがとうございました。SA エヴァンジェリストの皆さんもどうもありがとうございました。非常に面白いパネルでした。ありがとうございました。それじゃあ皆さん、また次回よろしくお願いします。さようなら。バイバイ。2021年 AWS アジアパシフィック大阪リージョンが3つのアベイラビリティゾーンを持つ AWS リージョンとして全てのお客様にご利用いただけるようになりました。大阪リージョンをご利用いただくことで西日本のお客様はより快適なスピードで AWS の幅広いサービスをご利用いただけます。